あ、そう、運転してないけど。そこな。朝6時29分です。何ギガ？ちゃったけどさ、まだ8時にもなってない。ほんとだ、案の定やってない。やってねえわ。ドレスだけしとくか。オールシャッター。やめとけ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 。出られないんじゃない？あんまもらう。一回止める？ここまで寄ったら多分パノラマしか映らないよな。うん、あ、でもね、惜しい。あれどっち寄ってんさ。左だよね。左だと思うな。左だよね。あれこっち何山？安山。本当に一本こっちじゃんな。じゃない？あれ展望台じゃないの？よいしょ。いいね。いいね。4つの場所取ってるけど、あっち側は陽性なんだな。来るところが一番綺麗だったっけ。でもいろんなもの上がってない？上がってるよ。出てこないよ。うん、入れるか入れないかが。少ないよ。一応予約はしてたけど。なんかいいこの道。完結者完結者。出て左。おー、なんか雰囲気いいね。これか。え、これが完結？これから出るんでしょ。ワイファイ飛んでるらしいね。やっぱ広がりの感じじゃないんだ。うん、真ん中がないの。めっちゃぶつかってんだ。はい、足湯に浸かりながら食べられるけども、直接電話するっていう方法がなんともアナログで面白い。帽子しかかぶってないんだ。何の話を。駐車場があるんだ。はい、着きました。すげー分かりづらいこの看板。このカオスなテーマパークが。では注文へ。これ4月には桜いっぱいなんだろうな。あ、六花亭だ。
だったか。何の夜景だっけ？100万ドルだっけ？分かんないけど。なんで日本の風景なのにドルなの？いや、円はダサい。逃がってんな。危ねえ。なんだこれ。こっちは。いいじゃん、なんかいらないの。で、いろいろ見てか。札幌です。幼稚園からなってたのか、教会じゃなくて。あ、違う。教会でいいんだ。あ、違う、教会だ、教会でいいんだ。教会についてる。あ、動画？動画撮影中。できるんだ。うん。教会だもんだって。教会はイメージ。うん。ただあれだよ。キリスト教信者だって言わないと殺されちゃうから。あの仏教を名乗ったらもう火あぶりだ。負け続くね。おー、あれだ。おしゃれ。猫ちゃんかわいいね、肉球。でも こんなのに入っててさ、ね、暑かったらさ、逆にびっくりするから、うん、でもあれそうだ、これがこういうのに、うん、これがいいと思う。これにだって熱いも入れてると誰も思わない。これ柔らかいと思ったらすげえ硬い。ガラスか。普通に陶器じゃないの？あ、陶器？うん、ガラスではない。あ、こことで振動入ってんのかな？入ってんのかな。あー、ちょっと違うな。来た、大沼いる。
魚沼来たけど、こっちあれか、小沼の方か。大丈夫か。何を言ってるんだ。鴨肉が好きって。マガモ食えんの？アイガモ、アイガモだ。打って変わって大沼は雪が多いね。そうだね。なんだろう、日の当たりかな。鳥は少ないな。はい、到着。俺は行くのか、翼を休めていい。そう、全然気がつかなかった。俺の翼も休めていかないと。あー、そのヘッドバードもいいな。結構入ってるな。入ってるね。入ってる。ザ・フトッチョバーガー。カタカナで書きゃいいと思って。慶応義塾大学。熊田正史。市。白石区。